こんにちは、PZP です。小山市駅西口に立ち食いそばうどん店ができました。こちらです。つるりさんです。それでは行ってみたいと思います。こんにちは。
でした。ごちそうさまです。みんなに宣伝する。ありがとうございます。どこの国の人？私中国。中国？二人とも中国？バングラデシュ。バングラデシュ、はい、頑張るね。もう皆さんは日本でやってますので、6時半から朝は日本人で来ますので、俺日本人よりバングラデシュ人のが好き。また来ます。ありがとうございます。鶴見さんでうどんとそば両方食べてきました。これどこかで食べた味です。知ってる人は分かると思います。僕は分かります。はい、オープン記念ですね。中なんだろう。マスクですね、マスク。紙のマスクが1枚入ってました。それではまた。